はい、どうもこちらです。今回はこちらスゴフェス来てます。はい、ということでなんで動画撮ってるかというと、もう一つしかないでしょ。もう前回の動画でやるときやるって言いましたけども、この動画出してるということは、リベンジでございます。2000円課金しました。追加で10連引きたいんですけど、ちょっともう課金したからさ、やっぱ当てたいじゃん。でもちょっともうこれで当たんなかったらもうちょっともう嫌になっちゃいます。明日セニョールピンクが来るのと、あとトレジャーマップもサボだっけな、わかんないけど、まあ来るのと、あともうコロシアもまだ回ってない、っていうのでちょっと大変なんですけど、あんまりね引きたくなかったんですけど、まあちょっといいの出たらもうその時点でやめます。でその前にあと超進化が来てるんで、そちらの評価を先にしたいと思います。最近超進化とかイベントキャラとかの評価全然してなくて、追加されたキャラのみ、評価してたような感じなので、まあ、たまにはいいかなということで、ちょっと先にそれだけやります。なのでまた飛ばしたい方は飛ばしてください。ガッて、あの携帯の右ボタンパーパーパーってやれば飛ぶんで、やってください。はい、ということでまずバルトロメイから、もう結論から言うと超進化一択だと思います。うん、まあ、ただこの 1.5.1.5 が正直邪魔かなとは思うんだけど、まあ先にスロテンハスとか、あのダトス強化とか使えば、まあ、野心強化でも何でもいいんだけど、まあ、使えばいいわけなんで、ちょっとミスって先これ使っちゃったよみたいなのがありそうで怖い。正直 1.5.1.5 って使わないでしょ。使うかな、どうなんだろう。これをとどめの火力として使うことは多分ないじゃん。でもとどめを刺して相手がその激アジ行動でバーンって、今回のペドロだっけみたいにやってくるみたいなパターンの方が多い気がする。まあ必殺技初ターンで打ってきて、でも一ターンで削れないんでみたいな時とか、あと一ターン目最初、対決ルフィだっけ、めっちゃ防御力アップしてきて一回はちょっと耐えなきゃいけないみたいな時だったらいいのかもしれないけど、でもどのうち防御力アップしてる時は多分通んないしね、 2.25 倍じゃ。これスロット影響がかなりだったらね、だいぶ良かったんですけど、まあかなりなわけないよね。はい、という感じです。でスキルマンに関しては分かんないので、ちょっとこの場で進化したいと思います。スカルね、はい、はい、スカル解除して、で属性がかかります。即属性になります。ただまあ正直バルトロメオに関しては、あの補助要因として使いますので、まあ、力属性だから使うっていうわけじゃなくて、まあ、ほぼほぼ使うときって補助要因じゃないですか。1耐えたいっていうときなので、まあ正直属性が変わる分には関係ないので、でスキルレベルが多分上がるよね。これスキルレベルじゃねえわ、スキルマが上がったん。わかんねえや、上がった18だっけ、一旦下がったのかな、あれ17だっけ、もともと確かめっちゃ儲かったよね。で限界突破もできるんで、限界突破してなくてこのステータスなんで、多分したらもっと強くなりそうだね。体力めっちゃ高いですね。限界突破で確か3ターン分ぐらい下がるはずなので、4ターンか、4ターン分下がるんで、これ全部1だよね、多分1なんで、まあ、4ターン分下がるっていう感じですかね。まあ、そうすると、まあ、だいぶ早い、13ターンで打てる、だいぶ早いですね。で、まあ、ステータスもこれだけ上がるという感じかな。攻撃220上がるんで、あ、まあまあでかいですね。220だったら1900台に突入って感じなんで、でかいですね。体力も鬼強くなるね。今いくつって言った、470、鬼強くなるね。ステータスは文句ないですね。なんか綿飴俺無駄に9振っちゃってますけど、あの波数がやで振ったんですけど、そんな感じかな。まあ、バトルの絵はもう、あの、戦場効果も変わって、これ使わないけどね、ただの3倍じゃ正直使わないんだけど、まあ、野心も入ってるよって感じ。今まで打突縛りだったじゃん。打突縛りでさらに 2.75 倍だったのが、まあ、無条件3倍になった。で、しかも野心も入れれるよっていうことになったんだけど、まあ、正直、戦場としては使わないかなと思います。はい。続いて、クロコダイル。もうこれがね、ちょっと、一概に超進化した方がいいっていう結論にはならないかなと思ってます、個人的にはね。はい、このまま先進化させますか。あー、またまたスカル、はい、あ、赤スカルがねえ、やべえ。
やべえな、ガスからなくなってきた。ちょっと嫌な感じしますね。はい、進化。これも属性が変わります。属性が変わるんで、超進化ちょっと微妙かなっていう。微妙というか、まあ、正直、うん。まあ、俺は進化させるけどね。させるけど、ちょっと、うんっていうのはあるかなって思います。はい、スタート技に関しては、20% 減らしが増えただけかな。スキルマンも同じですね、多分ね。4ターンだったよね。なんで、まあ、20% カットが増えたっていうだけです。で、船長効果も、最初で2倍が変わったっけ？最初確か 1.5 とかじゃなかったっけな。で、最大が 3.25 だったのが 3.5 に増えた。っていう感じ。うん。あんまり正直変わってなくて、まあ、ステータスと、まあ、属性が変わったっていうところがでかい。あとタイプか。タイプ。うん。タイプも野心になったんですけど、まあ、ここは正直、うん。見た目というか、うん。野心になったよっていうのは正直でかい気はするんだけど、じゃあ野心になったから使うかっていう汎用性の部分で考えると、あまり関係ないかな。野心になったところでね。だって、白色の必殺技なわけじゃん。白色専用の必殺技みたいなもんだから。うん。ちょっと、うん、微妙かなとは思いますけど。うん。まあ、ただ、あ、これ、限界突破できないよね。さすがに。ああ、できないよね。これできたら、いいね。できたらよかったね。うん。繊維効果もなんかついてとか。なったら面白いかなと思ったんだけど、できないんだね。それはね。ちょっとステータスがね、初心化したキャラの中でとか、やっぱ限界突破できないキャラの中でとかだと、まあ、限界突破できないキャラの中ではいいのかもしれないけど、ね、できるキャラと比べてやっぱ弱かったりとかするんでね、ここがもうちょっと、うん、一つ上がってくればよかったかなとは思うんですけど、あとスキルマね、うん、もうちょっと、まあ14ターン、十分早いけどね、早いけど、うん、ちょっといまいちな感じがしますね。でもまあ、正直悪いところもないんで、属性以外で。まあ、力属性になったっていうのがどう影響するかって感じですね。やっぱ白色パといえば、まあ、ロビンか犬嵐かクロコダイルじゃないですか。犬嵐とクロコダイルが力で被ってくれたんで、まあ、技相手の時にはもう白色でいけるよみたいなパターンになってくるとは思うんで、まあ、そういった意味でいいのかもしれないけど、逆に言えば白色で即相手の時はめっちゃきつくなる。うん。力で固まっちゃってるんで。3体力になるわけじゃないですか。犬嵐をもし使った場合ね。まあ、使わなきゃいいんだけど、使わなかったですもん。まあクロコダイルが結局入っちゃうんで、うん、力か技かっていう差はでかいかなとは思いますね。でもイラストがかっこいいからね。イラストかっこいいから俺はもうこっちですもん、断然。うん、はい、っていう感じですかね。ちょっと長くなっちゃいましたけど、また話しすぎた。はい、ということでガチャいきたいと思います。今回ね、ちょっと単発でいきます。めっちゃ久々の単発。もう10連実装されてからというもの、ほぼ10連で来てますけど、久々にちょっと単発でいきます。というのも、まあ、30連はさすがにもう回さない。回さないんで、で、しかも金閣とかじゃないんで、だったらもう男は黙って単発でしょという、ことで、今回は、ちょっと久々なんで単発でいきたいと思います。まあ、11回と10回の差はあるんですけどね。まあ、でもちょっと単発で、一個一個に力を込めていきたいと思います。お願いします。嘘でしょ。なんかスタート嫌ですね。はい、2連目。ちょっと本当にさ、もうあのバレンタインの波にして、ちょっと本当に、もう課金したから俺。課金したからさ、もう、持ってるよ。持ってるよ。3連目。行くぜ。まだまだあるからね。来い。よし。波。金のワクワクを返せ。はい、4連目。あ、もうちょっと何連したか忘れちゃうんで、ちょっとちゃんと数えとこう。4連目ですよ。よ、いいよ、金率。金率いいよ。もう全然関係ないキャラ多すぎない。昔はね、銀いっぱい出ると逆に赤出るみたいな、とかあったんですけど、もうなんかあんまりそんな関係ない。昔と違うからね。おい、ヒルルクは金じゃねえだろ。ちょっと、やばい。今6連 ?6 連した ?27 個くらい残ってた？ん？覚えてないや。もう何連したか覚えてないや。あー、来るよね。そろそろね。そろそろ銀だと思ったよ、俺。
うん、そろそろ銀だと思ったよ。はい、8連目ぐらい今多分合ってるかな。これ後で動画見返して1個少ねえとか1個多いとかすげえ嫌なんだけど。おい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 、ちょっとちょっと、いや別に赤でもいいところさ、いいとか思ってんのにさ、ちょっと銀っていうのはちょっとやめよ。せめて金、そう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 。ポイント10多いな。金でこれか、ラストぐらいじゃねこれ。違うか、60何個あって、あ違う、まだあと2連ぐらい、あと2連かな。もうあと2連新キャラゼロです。ちょっと本当に本当に、そうそう、新キャラ、新キャラマジで、いやいや、デジャブデジャブデジャブだよ、いいんでデジャブは。ちょっと本当にお願いします。あれ引けてない、お願いします。ロビンでいいんです。そうだよね、そんな負けがないよね。はい、ラスト多分これ11連目かな。もうこれで終わりにしたいと思います。まあ10連した気になるんでね、11連だったら。はい、お願いします。ちょっと待って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 ちょっと待って、銀終わりやめよ、銀終わりやめよ。はい、お願いします。よし、これで終わります。